あ。始まったかな。聞こえますか。聞こえますか。音量どうですか。こんなもん。ゲームの音どうだろう。はい、今日は、突発配信ということで、突発カオポリス TV ということで、ゲストのカオポリスさんです。はい、どうぞ。どうもこんにちは。カオポリス来た。初めましてかな、はい、どうなんですかね。今日はね、お、カオポリスです。カオポリス今日はカオポリス、そう、あの NSB、はいはい、7月4日に NSB が名古屋で行われるということで、はいはいはい、あのチームメイトのカオさんと、カオさんじゃねえから私カヨポリスと、あと、まあ、キンデブ3人でね、仲間うちでもそのカオっていうの広めるのやめて。そう、もうなんかもう電話してる時に、うん、やばい電話落ちる落ちるみたいな、落ちる、重すぎる重すぎるみたいな、そう容量がちょっとみたいな、そうそんな感じのしゃ話をいつもしてるんですけど、はい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 、それね、あのチームメイトということで、それでそうなんですよ、これからね、あの毎週ちょっとあのニコニコ生放送の方のお仕事で、そうなんですよ、公式にレギュラーで出させていただくことになりまして、はいはいはい、あの前以前から東京には月に何回も来てるんですけど、うん、まあでも今は定期的に週末東京で週明け名古屋で仕事っていう感じなんで、まあ、はい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 、全然ゲーセンとかにも時間があれば行ってるんで、はい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 、メインは今一応ストフォーをメインにしてやってたんで、まあアーケードだよね。そうですね、うん、で毎週まあ来るってことで、まあ暇があったら配信とか一緒に出よう、出ようよみたいな引っ張り出されます引っ張り出しました。まあ、皆さんとこういう機会にちょっとネットでね、はい、なかなか遠くで対戦できない人とかとも、まあカヨポリスってどれぐらいなんだろうみたいな、はい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 、まあ、そうランクマッチとかでね、うん、ちょっとカヨポリスと対戦してみようよと、そうですね、コメントチャットの人たちとね、なんでとりあえずランクマッチをやってみようかなと。実際でも私もスーパー4はまだそんなに研究もし尽くせてなくて、そうだよね、まあ、私を通してまた皆さんも、まあ、ちょっとカオさんだとちょっとカオさんまあまあケンスケさんだとちょっとまあ役不足かもしれないんですけど、まあ、そこはちょっとアドバイスも入れてもらって私を通して皆さんにも、ね、役不足っていうんだちょっとやってるよスパフォー。あ、本当？あ、ちゃんとアドバイスするから俺。あ、本当？じゃあちょっとそのアドバイスを受けながら、もう定期的にアドバイスするからね、本当に私を通してちょっとはいはいはい、はい、一緒に頑張りましょう。はいよ、じゃランクマッチで、ランクマッチ選んで、はい、ランクマッチで、はい、クリエイトマッチ、はい、はい、でこれで OK です。 OK、はい、でちょっとスピーカー音ちっちゃくない？どうですかね、ちょっと上げてみましょうか。上げていいよ。どれぐらい？うん、でクリエイトで待ってるんで誰か入ってきてください。そう、あ、ちょっとこれちょっと電波悪いからちょっとごめんなさいちょっとじゃんじゃん入ってくださいよ、うん、お来た。いいですか、はい、いいよいいよ。すいません、お願いします、はい。ま、キャラクターはね、スピーカー上げすぎ、あ、でかいね、ちょっと上げすぎだしよ。どう、ちょっとねあれなんですよ、今日ちょっと PC の調子が悪いんでカメラ1個しかつけられなくて、うん、まあいいよね、カオさんはもう見飽きましたねなんだよお前結構こういう絡みなんですよいつも。そうもう言いたいこと言って、なんだよお前みたいな、もう平気でひどいこと言ってくるからねでも結構私もいじられるんですよみたいな、もうあのチャット欄と同じぐらいひどいこと言うからそんなことないですよ優しさと愛を持って接してます、はい、バイパーね、バイパー、はい、まあまあバイパーで。わ、ザンギきついんじゃないのこれ。きつい
けどどうなんですかスパ4は、なんか変わってるんですか、弱くなったらしいよアーケードから比べると、残機が。じゃあランダムで、いや結構スパ4でやってると、まあ一番きついキャラ誰って言われたら残機なんですね、残機なんだぶっちゃけ。そっかそっか、まあでもだいぶスパ4になってあの楽にはなってると思うよ。本当、なんかダブラリがちょっと弱くなったりとか。あ、そうなんですか。まあでも変わってないですよ。じゃあお願いします。はい、まあ、チャット見てる人かどうかわかんないけど録画してますよ、これ大丈夫ですよ。今日のやつはね録画してます。カメラ揺れるな、ちょっとごめんな、大丈夫かな、ちょっとカメラちょっと調整するんでちょっと待ってね。対戦は普通にしてていいよ、そのはいはい、あ、飛んじゃった。あ、これ最高のウルコンですね。すごい。いや、どんだけ減るんですかね。いや、結構、あ、でもそんなに。結構、バイパーだと周りを離して、トンネル来るのを待ってっていう戦法じゃないと、なかなか勝ちにくくて。まあ、まず1本。たまには働きなさい。さっきこの XBOX にあのカヨポリスタグつけてもらったんですよ。あ、ラブラリはね相変わらず。新ウルコンあれでしょ、対空のやつでしょ。そう、食らった、飛んじゃった、飛んじゃった飛んじゃったあれね、昇竜拳とかも吸うからね。あ、そうなんだ、すごい無敵なんですか。どうなんだろう、なんか昇竜拳の上りとかをね、はいはい、あのそのままスッて吸っちゃうから無敵あんのかな、やっぱなんかバイパーの新ウルコンに似てると思いつつ性能が全然違うんですね。はいはいはい、じゃあ続いてこれかな。よし、ランクマッチで選んでクリエイトマッチ、クリエイトマッチで、まあ3で、はい、ケイスケ顔小さいぞって言われてますよでしょ、いや今日もでかいから何なんだよ、もうひどいよ。さっき車に迎えに来てもらったんですけど、はいはい、なんか あるじゃないですか、よくアニメとかで車に乗ってなくて顔だけ出てるみたいなあんな感じになってますよ、なんかそういうおもちゃみたいな。かわいかった、燃えます、燃えますよ、ちょっと傷つくよ女の子に言われると。そういうのでもなんかもうここの間からに女も男も関係ない感じでいつも喋ってるんで、もう、ね、俺を物として見てる動くもの、カヨポリス、俺とねカヨポリスの顔の大きさを比べろとか言わないと。いや本当にやめて、ちょっとありがたい、いやありがたいじゃねえ、ちょっとあ、ね、リュウ、ね、リュウリュウリュウモデルさんだからね、さすがに俺の顔の3分の1ぐらいだから、ね、ちょっと俺も傷ついちゃうから ね結構 BP あるじゃないですか、強いですよね結構BP はね結構割と5000ぐらいまでだったら結構上がるかな。いいを基準にしてるね今は。あー、ごめんなさい、やべえ、この時間帯で突発配信で550人も見てる、ほんと半端ないね。100人か200人くらい見たらいいかなと思ったんだけど、これさ、ジャグバーニング当てた後不利なんですよね、バイパー。あー、なんかジャグバーニング不利になったらしいね。そう、そこだけ知ってるでも中と大とはそんな変わってないの。そうですね、中と大は変わってないんですけど、ジャグバーニングの後が、まあ、バイパー不利になってて、あと EX バーニング当てた後が結構フリフレームがでかいんで何でも入るような。はい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 、おお、ね、ちょっとカヨポリス結構強いっていうのをあの配信で見せたかったんで。あ、そうなんですか。そう、まあ、ちょっとチャット勢ですね、あのカヨポリスに
倒してやるってやつ、ちょっと乱入してください。どんどん入ってきて、どんどん入ってきて。危ない危ない、向こうから奥からだったよ。まあ、この辺は変わらないですね、そことは。しっかりしてるね、それ。いや最初の頃は結構タイミングに困ってミスってたんですけど、慣れですね。なるほど。すげえ、500、もう600いきそうだよ。本当？カヨポリス人気半端ねえな。え、いつもどれぐらいなんですか？いつもは、まあ夜中で、なんだ、もう決まった時間にやってるから。ああ、そうなんですか。その時は1000人超えとかするけど、今日の配信とかはもう結構時間帯的にみんな仕事してる時間とか。あ、ですよね、うん、みんな何やってるんですかね。みんな何をしてる人なんでしょうね。ということでみんなどんどん乱入してください。いきますよ。いいかな、はい、何笑ってるんですか。コメント見てニヤニヤするんですよ。ニートです。いやいや、コメント見て隣でニヤニヤしてるんですけど、まあ自宅で仕事してる人もいるだろうしね、うん、全然その辺はやっぱりこうゲームしてて勝ち負けも大事なんですけど、こうやってまあいろんな人と楽しんで対戦するのが私も一番、ね、ゲームをやる上においての一番大事なことかなと思ってるんで、やっぱゲーセン の, その友達との付き合いとかそれが楽しかったりするからね。そうですね、もう本当友達みたいな、はいはいはい、逆に私もこうなんていうの、しっかり女と接してほしくないし、はい、逆に私もただの友達みたいな、ずっと仲いい友達としてしかいないんで、そうだね、やっぱ女の子だとどうしてもゲーセンにいるとゲーセンの女の子の割合って少ないから。そうなんですね、やっぱりなんかすごい声かけられたりして結構怖い思いもしたりするでしょ。まあそういう方も絶対いますもんね。でそれが嫌でゲーセン来なくなっちゃったとか聞くとやっぱショックだし、まあもう、なんだろう、慣れだよね、結構。そうですね、もうなんか気兼ねなく話すようになって、なんだろう、ゲームちゃんと真面目にやってるの分かってもらえればね。いやー、カヨポリスまだ負けてないからね。まあ今のところカウンターが結構大事なんですね、バイパー。カウンター、ジャンプの対空をカウンターで落とすことによってダッシュからもう一回、あ、ダッシュからもう一回入る、そう、入れたりウルコンにしたり、結構カウンターが美味しいんですよね。あ、ノーマルヒットだと追撃はできないんだ。そうなんですよ。なるほど。お、危ない、危にゃいとか言っちゃった。アーケードだと今 BP いくつぐらいだっけ。 BP は今2万5000だったかな。あ、確かに2万5000ぐらいですよ。てかカヨポリス普段さ、フラマスとかとやりすぎだよね。ガンガン入ってくるんですよ。上がんねえよ。そう、多分なんだ、同じぐらいの相手とずっとやってればもう余裕でマスターいってると思うんだけど。いやいやいや、いやでもぶっちゃけこうやっぱグラマスとかとやると読み合いとかもすごい勉強になるんで、こうガンガンもう PP 気にせずに入っていくのが、そうだね、もともと結構 KOF とかいろんなゲームをやってたんで、うん、もうやっぱ、あ、そうそうそう、 KOF 全国大会とか準優勝してるんでしょ。まあ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 、チームももちろん強かったんですけど、まあいろいろ予選とか結構頑張って、はいはい、でもやっぱその準優勝するぐらいのチームの中にいるっていうのがすごいよね。いやいや、まあでも、うん、実際ゲーセンとかでさ、 KOF2002 でしょ、うん、やってるのよく見るけど、はいはい、すっごい連勝してんじゃん。あのゲーム本当楽しかったですね。てかもう今もやってますけど、もうなんかね、そのコンボを見てるとね、とてもこのルックスの人とは思えないよ。本当にえげつない行動を取ってるからね。えげつないです。 A 級とかね、すごいコンボね。A 級コンボ見えない2択とかね、大好きです、そういうの。なんでここにいるのこの人はみたいな。まあ、とにかくね、すごい手応えうまいんですよ。私この10のアレコス絶対いいですよね。アレコス2ですね、これ。そう、ちょっとね、今日はアレンジコス2買う余裕がなかったんで、時間に行かなかったんで、まあ、また今度までしないようにしてもらって。さあ、あ、ピヨピヨ、あ、やばいやばいやばい、これ結構強いんじゃないの。結構強いですね。なんで難しいのにバイパー使おうと思ったのだって。結構もともと個性
性のあるキャラとかテクニカルがなキャラが好きで、まあ元々ケヨシとかでもそういうキャラを使ってたんですけど、まあやっぱこう自分のオリジナリティの溢れる動きができるかなっていうキャラが好きだったね。あ、じゃあ結構あの攻め攻めのキャラが好きだった。そうですね。で結構そういうキャラの方が読み合いがでかかったりするんで。なるほどね。まあ、やっぱストフォーだとワイパーだもんな。まあまあ一番でかいのはそういう今までやってたプレイスタイルを見ててくれた人が、あ、カイちゃんだったらワイパーが一番合うよってもらって練習して、まあ最初は本当にダイパーサンダーキャンセルダイパンエクセスから練習してたんですけど、すげえな、ワイパー本当にすごいよな。なんか構えキャンセルとかあれどうかな、あれちょっとなんかやっぱコツをつかむのが一番大事だな、はいはい、私今ちなみにダイパンを強パン、ん？強サンダーでキャンセルして、やべやべやべ、ダイパン、キャンセル、ダイサン、ダイパン、何言ってるかわけわかんなくなるんですよね。ダイパン、サンダー、ダイサンダーでキャンセルをして、はい、ダイパン、EX テイスもなんですよ。で画面端とかだとウルコンまで入る。そうね、ダイパンで第3キャンセルのみウルコンがそのままノーゲージで繋がるんで。パネな。まあでも、まあやっぱダイパンを第3でキャンセルするのが一番難しいって言われてるんですけど、じゃあその分一番猶予が長いんですよ。ダイパンからダイパンに繋ぐまでの猶予がでかいんで。はい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 、俺ちょっとあのトレモで練習したんだけど、うん、全くできなくて。あ、まあ無理ですよ、ひどくないいつもさ、まあ無理ですよ、これあの まず、うん、まず俺ゲーム下手し視点で見てきてますね。今日も対戦しようよって弱いでしょみたいな。ブレイブで対戦したけど、どうせ弱いでしょって。本当そんな絡みなんですよ、すげえよ。え、でもまあとりあえずケスケさんには、まあ、自分のキャラのコンボをとりあえずできるようにしてもらってからですよね、はい、バイパーは、はい、皆さんそう思いますよね。バイパーちょっとバイパーはまだ早いかな、俺は、ね、まだ早いと思う。で先がねあんま不器用だからね。そう、あとね喋りながらちゃんとプレイできるのすごいよ。本当結構ぐちゃぐちゃになってないかな。結構ねみんなね喋れないよプレイしながら。本当ですか。喋りながらどうしても負ける。でまだ負けてない。いや、さっき負けた。あ、負けてないか。負けてない。ちょ、投げにハマってるんですけど。食らっちゃった。食らっちゃった。食らっちゃった。今日はね、あれですよね、夜9時だっけ、9時50分の会場で10時からの放送です。ここにこの生放送の、番組のゲームの時間っていう番組があるんですけど、そこでカヨポリスがアシスタントとしてそうなんですよ、レギュラーで出ることになってますので、はい、そのために毎週ね東京横浜方面だね。そう、木曜日はそういう日なんですよ。そう、レギュラー放送で、まあ、金曜日土曜日は東京で結構仕事があったり打ち合わせがあったりっていう感じで、はいはい、なんで、結構木曜とか金曜とか東京の源泉に出没するんですよね。あ、結構行きますよ私。新宿かな。まあ、新宿あたりに結構いるかな。まあ、ちょっと東京のプレイヤーとカヨポリス戦わせてみたいな。あ、これ新勝利ってこと。滅昇竜拳。滅昇竜拳、あ、そうかっこいいんだこれ。音がね、ちゃんと止まる。これだけ滅昇竜使ってると珍しい。あ、そうなんだ、みんな結構こっちなんですか。あ、滅多分だよね。なかなか決める状況がね、少ないから。起き上がりはバイパーは例えば竜だったら滅波動が溜まってなかったり真空がなければ一応まあ起き上がりに中性質もだったり大性質も重ねると起き上がりに飛べない連携になったりとか。さすがやばい、まあ、ビタで重ねるとね。やっぱバイパーの知識はやばいですね。結構詰め込みましたな。つかもう結構知識からやってたよね。なんか覚えることから。そうですね。まあもうやっぱり半年ぐらいやってるんです、ストフォー自体も。まあ名古屋レベル高いのにね、あそこでよく
戦っていけるなと思うけど、まあまあ元のセンスがとか言っていやいやでも練習しましたよもちろん私も、うん、もともと家であんまゲームやらないタイプなんですけど、はい、あのゲーセンのアーケードで結構ずっとやってるんでもともと練習はしましたね。だからそうやってグラマスとかマスターも関係なくガンガン入ってって実績を積むのが一番近いと思うんで、私で今4000試合近くやってますね。あ、そんなにやってんだもん。結構やべえな。気づいたら4000、3800とかかな。ちょっとダッドリー分からない、ね、黒人来た。バイパーの場合はもう攻めるときはとことん攻めちゃって、はいはい、で引くとこはもう一回引いた方がいいと思うんですけど、その辺が結構シビアでやらないと、ね、体力が少ないんで、体力少ないから一気にここでやられちゃうから、相手の暴れとかは結構ね食らったらそのまま死んじゃったりするね。なんかバイパーの場合はもう第3とか気にしないでガンガン出していかないと負けちゃうんですよ。あ、これどうなんだろう、入るんだ。え、私多分今中キック出したからかな。それで、あ、相手の敵で。あ、ビビった。さすがにジャックバーニングにこれは入らないよね。さすがに、そんな数早くないかな。こうガマさんが超見てるっぽいよ。マジで？ガマさんがツイッターで。ちょ、乱入してきてよ、ガマさん。ガマさん Xbox じゃないから。あ、そうなんですか。そもそもガマさん仕事中だもん。あ、マジで？てか仕事中に何やってるんですか？そう、仕事中にツイッターしてるんじゃねえの。でこうやって第3とかでガンガン攻めていっちゃった方が、はいはい、まあ、ピヨらせてなんぼってこともあるんでやばいよ。ちょっとざっとり分かんねえかな。低いかも。この辺のヒット確認はすごい。ここからレフリーで、はいはいはい、やります。あの辺のヒット確認ができてちゃんと高さを分かるようになればかなりバイパー勝てるようになる。え、なにこれ、当て身クロスカウンター。あ、当て身です。どこで割り込んだらいいか全然分かんないけど、あ、これもパーって高さだから強い。だからあのダッコイとかに対してやってるからダッシュダックで自動で当てちゃうから。すごい、いやいやいや負けそうですよ、やばい。どうなる。お、あー当たらなかった。あったー、決まったー。ショートスイング今ね、今の技はなんか相手の投げをすかしたり後ろに1回下がるから。あ、だからか、じゃあ私が読み負けたんですよ。今投げちゃった。そう、起き上がりにちょっと投げようとしてそこからもう一回浮き攻めでやろうと思ったんですけど、はいはいはい、読まれましたね、すいません。あ、ちょっとね家庭用のキャラで、まあ、普段対戦してないからね。そう、でもこうやってやると勉強になりますよね。やっぱみんなも一緒に私を通してこう、あーみたいな新しい発見ができてまた次の試合に生かしていただければ。ガマさんがツイッターでなんかいろいろ書いてるらしいんだけど、何書いてるんですか、ガマさん。何を書いてんの、ガマさん。あ、入ってきてる、入ってきてる。じゃあ、お願いします。見ない方がいいってコメント書いてる。え、見ない方がいい。ツイッターのガマさんのあれを見ない方がいい。何書いてあるんですか。相当ひどいこと書いてある。ガマさん、セクハラだよ、多分。セクハラもういいよ、慣れたから。いや、ガマさんっていうか、ガマさんのお嫁さんがすごいいい人で、本当に優しくて、はいはいはい、いつも、あかえちゃんって接してくれるんで、うん、いつもそっちで喋ってると、まあ、ガマさんも一緒にそれで喋ったりするんですけど、はいはいはい、本当にお嫁さんがいい人なんですよね。お嫁さん、奥さん、ね、そう、最初、ガマの嫁って言ってた。ガマの嫁って。いや、ここはね、まあ、ジャックバーニングがやっぱ不利なんですけど、やっぱこのバイパーの表か裏かの揺さぶりはかなり強いんで、まあ、そこは気にせず振ってった方がいいかなって。最近は2段目だったから、うん、なんかサバボリューみたいな。
さて今めっちゃ気持ちいいところで何言うんですかいきなり。サバポリス、 なんかサバ読んだ。まあ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 、あのまあ、ま、あながち間違いでもなく正解でもないんですけど、まあちょっといきなり何言うんですか。まあまあいろいろあって私が、え、いいですか話して。16、17ぐらいの時にからバイトしてる、バイトしてたんですけど、でそこの店が結構年齢層の高いピアノとかあるレストランバーみたいなところでバイトしてたんですよ。大人っぽい感じ。そうそうそう、で、まあ、そこでバイトした時18、19ぐらいだったんですけど、まあ、店長に、まあ、年齢層がかなり、お客様の年齢層がかなり高かったんで、まあ、あまり若い子雇ってると、はいはいはい、まあ、お客さんに結構舐められちゃうからっていう感じで、はいはい、まあ、年を2、3個ちょっと上に行ってくれるかなって言われて、でその時言ってて、であれだね、最近その兄ちゃんにアップされてた動画が、2008年で22歳って言ってて、え、22歳ってことは今24、5 とかなりますよね。そう、いやで、そこで、うん、よく常連で来てたお客様が、はいはいはい、まあ、知り合いでそういうモデルの事務所をやってる人がいて、ちょっと紹介したいんだけどっていうことで紹介していただいたんですけど、うん、まあ、バイト先で知り合ってて、うん、って感じだったんで、はいはい、そこから紹介してもらって、でたまたまスカウトされた事務所が同じ事務所だったんですよ。はいはいはい、あ、そうなんだ。そうなんですけど、まあ、その頃にじゃあちょっとやってみようかなって入った時には、まあ、その本当はその時ニーズじゃないぐらいだったんですけど、でその話をしてなくて。で仕事、多分動画って車のカンソンさんのお仕事だと思うんですけど、その時に、まあ、マネージャーがアンケート書いてる時に22って書いてて、あ、やばみたいな、そんな昔の話があって、で私18、19の時って結構髪の毛も明るくて結構奇抜じゃないけどキャプキャプしてたんで、はい、もうワイド中は黒髪のウィッグをかぶって、あー、そういうことか。そうで、すっぴんで、もう言葉遣いとかもめっちゃ勉強させられて、それで、まあ、自分は自分自体が出たと。まあ、実際ね、俺も知ってるけど、まあ、22歳だよね。見た目20… いくつ言いました？見た目26とか言うんですよ。26とか…え、なんか話とかもさ、話しててもさ、結構俺の年代の年の話とかについてる。結構そういう年齢層の高い人たちのいるところでバイトしてたんで、やっぱこう話とか勉強したりとかしてた。昔から結構大人っぽい雰囲気あったから、背高いとやっぱり大人っぽくは見られてましたね。アニメとかもすげえ昔のアニメ知ってるよね。あ、知ってますよ。あってクリーミーマミとか知ってますよ。絶対21歳じゃ知らないからって。なんだっけ、ペットで行くとかですよね。でも世代で言ったら私セーラームーン世代で、ちょうど私の子供あれ世代か、ちょっと私の前なんですけど、まあでも小さい頃は見てますね、セーラームーン。で幼稚園とか行くとセーラームーンコンポとかしたり、あとは小学校の頃とかはもうスピードとか、あとモーニング娘。とか。あ、はいはいはい、まあそう、その世代だよね。そうですね。手元ね、手元映したいんだよね。手元映したいんだけど、ちょっとカメラもう一個つけると多分 PC が止まる。あ、かよ持ち？レバーの持ち方おかしいって言われてる。かよポリスの、ね、手元はね、あのレバーの持ち方がちょっと変なんで、カメラ映したいんだけど、すげえ変な持ち方してんな。人差し指なんかね、人差し指を立てながらやってる。あー、でも言われる。あー、これ孫が使ってたキャラだよね、フェイロン。カメラとゲームの比率逆？え、これ、カヨポリスカメラをもっと大きくしろだ。ありがとうございました。一応プレイ動画配信だね。え、どうする？え、じゃあ、ケイスケさんアップいきます？ケイスケさんのアップ見たいです。いやいやいや、今日はね、あの突発だからね。いいんじゃないですか、カヨポリスで。いやー、まさか今そのサバポリスの話を振られると思わなくて。いや、なんかさ、身内でみんなに
そう笑われてますよ私身内でなんか盛り上がってますよ25歳とか言われてるこいつってそう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 まあでもまあ理由が理由なんでしょうがなかったんですけど、はい、そのまあ昔バイトしててっていうので私も事務所にちゃんと最初行ってなかったんでその人紹介で知り合ってたんで、はいはい、その事務所の社長さんにはもう20その時で2かなって言われてたんでまあ実際の年齢は21ということで今21です、はあ、21になったそう63年なんで私そういえば、ケッケさん今月誕生日だから何かくれって言うんですよ。今月、あ、来月。来月？そう。なんか、車乗ってるとずっと宣伝してくるんですよ、隣から。聞いてないです。あー、誕生日だな、俺な。誕生日の話で、こう、大丈夫、黙る。電波悪いんですよ、なんか。電波悪い。電波悪い。電話が突然聞こえなくなる。そう。4月28日だな。28日が誕生日だな、俺は見てない？あ、ごめんなさい、大変しましたちょっと大変中なんで喋りかけないであ、喋りかけないあ、ちょっとうるさかったですそう、うるさいどんだけ私 S なんだよあと、バイパーで多分一番大事なのは飛びをしっかり落とすことはいはいはいだから、フェイスも振ったりバーニングで突っ込んだりまあ、あわよくばサンダー出しちゃったりしつつしっかり上は見続けないと相手に飛ばせるんじゃない相手の飛び込みを通すことがバイパーにとって一番辛い状況を作るんでそれでも徹底的に落としてくるじゃないとバイパー攻めれないんでまっすぐ目なんてコメントが本当ほんあしたとかって新宿のゲーセン行ったりするの明日は時間があれば行こうかなって思ってますけどね、あれ新宿とかだとどこのゲーセンが今流行ってるのかなやっぱ大捨てなのかなそうなんだあーマイツーパンが出なかったゲーム音がちょっとうるさいらしいあ本当下げます、ね、そこ下げてもダメだから、まあ、ちょっとこの試合終わったら下げるちょっと待ってねみんな耳塞いでてくださいあれが新宿詳しい人いますかコメントの人ちょっとカヨポリスがまあアーケードで結構やりたいっていうのがあるんで対戦やっぱ対戦かなあやったまあ、こうなるとねでもこっからの読み合いで結構バイパーも負けることがこうやってあるんでごめん今日は渋谷がフリープレイ今日でもなこの後そうなのあーバックス読まれた仕事ですからえあバックス読まれて竜巻なんか久々に負けたの見た気がする本当2回目かなさっきダットリーさんに負けちゃったんで結構新宿ってゲームによってゲーセン分かれてるじゃないですか、はいはいはい、例えば鉄拳だったなとかそのスト4だったなとか、うん、教育だったなって分かれてるんで私もそうやって結構使い分けじゃないけどーゲームの目的によって変えるんでなるほどえもう全然見つけたらガンガン乱入して帰れるよ明日どこのゲーセン明日行ったのか分かんないかな明日はちょっとどうなんだろう、まあ、行くとしたらタイステかなタイステかベガスですね東口か南口あベガスもいいね、うん、ベガス鉄拳もあるからそう、うん、ベガスだと大体 KOF やってますねあ KOF ねそうゼロ2を、うん、でやっぱよくブログにコメントとかメッセージいただくんですけどなんかこうお見かけしましたっていうメッセージをいただいてでちょっと話しかけづらかったんでとかいうのをいただいたんですけど全然話しかけてください話しかけていいの？あ、全然いいですよ。あ、大丈夫な感じ？全然。え、でも来ちゃうんじゃないの？結構それって。どうなんだろう。割とあのさ、ニコ生も出てるから、結構、まあ、でも知られるようになるよ多分。まあ、全然もう話しかけてください。話しかけられねえよ。ちょっとフォルテ苦手。フォルテ俺も結構なんか。でも使ってみたい使ってみたいあ結構攻め攻めのキャラだからそう、まあ、合ってるとかですね
でも女キャラ以外使うことなくない？ないですね、基本は。そのゲームでも女キャラだよね。そうですね、基本。でもチュンリーはちょっと私の戦い方には合わないかなっていう感じはぐらいかな。確かになんかあんまり飛ぶキャラでもないし、そうですね、こう攻めつつ避けつつ、うん、っていうキャラの読み合いが結構でかいんで、はい、こう攻めながらのこう相手が何するかそれによってのアドリブを聞かせるキャラがいます。2000には誰使ってんのかって、まあアテナ、メイリー、アンヘル、ウィップが一応メインですね。でもマイとかも使ってきますよ。おやっぱ全部ね女キャラ、ね、そう、海外 KOF02 なら何でも使えるかな。なんだろう、バネッタが使えないんですよ。あーごめんなさい、なんかこれゾウの配信はまあちょっと後でここに生放送に行かなくちゃいけないのもあるんで、何時までかな、あと1時間ぐらいかな、なんかあと1時間ちょっときついな、30分ぐらいかな。マジで、うん、なんか質問とかあったら全然。質問、ギャスタンとチョコタンとは仲いいんですか？あ、仲いいですね。ギャスコ私タメなんですよ。あ、タメなんだ。そう、ギャスコ同い年でチョコちゃんが私の2個上なんで。あ、ゲーム音下げてるって。あ、これ違う、ゲーム音は多分一番低くなってるんだけど、ギャスコ仲いいですよ、チョコちゃんも。これかな。はい、質問、ケイスケさんとの初めて会った時のエピソード。初めて会った時なんだっけ。なんかあのゴッツガーデンをやるにあたって、はいはいはい、こう、まあ、ケイスケさん、まあ、でも、うん、それ以前からこう例えばブーちゃんならブーちゃん聞いてるとか、はいはいはい、そういうプレイヤーつながって結構知ってて、はいはいはい、別にエピソードも何もないですよね、まあ、なんか気がついたら知り合いだったみたいな、ね、そう、気がついたら横に顔があったみたいな。なんかでかかったみたいな。そ う, そ う, うるせえよ。でもみんな欲しがってるから顔、そう、顔があって、横に顔があってね。そういうことなんですよね。そう、なんか私結構初見で、はい、こう今までゲームとかやってた時に、はい、そういうゲーム友達とかできた時に、はい、初見でこうきつそうとか、うん、冷たそうとか、はいはいはい、こうツンツケンしてそうって。そうそう、最初見た時はなんかちょっと性格悪い感じなのかなと思ったけど。でも本当そうやって言われるんですよ、意外と喋るとね。全然なんか逆に私突っ込まれるキャラかいじられるキャラ側なんで、こいつは何を言ってるんだろうっていう思う。何考えてるか分かんないとか言われますね。突然歌い始めたりするし、リアクションに困る時は多いんだけど、まあ基本的には面白いから。あー、ダイソン出ちゃった。ペイロン対策を教えてくださいよ。なんかペイロンね、あれだよ、上から降ってくるさ、キックみたいなのがあるんだけど、なんかルーファスの EX 救世主みたいなやつ、あ、なんかそれがね、 EX 救世主がゲージなしで打てるみたいな、とにかくそれが強いんだ。そう、あれじゃないよ、あれですよね、デックって技なんだけど、あの孫っちがガンガン使ってるんだよね。そう。あ、なにこれ、あれ結構、あ、当てみ当てみ、これ当てみなんだ、まあ、バーニングを読まれてからの当てみってことで。これだ。そう、それの通常版も普通に強いから、結構しゃがんでると、うん、使って後ろに着地したりするから、そこに反撃をうまく入れたりとか。あ、表裏かよく見て。そうめくりになったりもするから、うん、あ、そうね、一発目だけガードして、うん、あと残りが全部裏に行っちゃうとかあるから、それを狙ってしゃがむのが結構いいんじゃないかな。あ、なんかあと先端だとセービング取れるから。あ、そうなんですか。あとバイパーはマイチューパンが強いですよね。結構マイチューパン揺さぶりでマイチューパン使っていくと、はいはいはい、その後の読み合いがかなり大きく響いてくるんで。マイチューパンどこなんだっけ。マイチューパンはこれです。ああ、それかそれか。あとは距離を詰めつつ、こう飛んできたらもう迷わず、もうどこだろうがもう当てて
はいはい、とりあえず不利のつかない技を出していかないと。あ、これだ。危ない危ない、おお。危なかった。俺の負けだ。あとは、ま、このままいったらもう PP4000 ぐらいはいけんじゃないのこれ。そうですかね。これが今3500ぐらい。あ、そうなんですか。じゃあまあ6000ぐらいかな。6000全1だからね。全1クラスだから。いや行こうよ、うん、頑張って頑張って行く。だって 今梅原とかが6000とか7000とかその辺なんだ。あ、そうなんですか、うん、梅原くんが。そう、まあね、家庭用ですけど、まあ、スパフォーは全然やってないの。スパフォーあんまやってないよね。そうですね、やっぱこうアーケードがまだ稼働してるから、まあ、スパフォーももちろんたまにやったりするんですけど、やっぱこう、はい、アーケードでスパフォーをメインでやってたりとか、はいはいはい、まあスパフォーもねアーケードで出るしね。そうですね、まあ今言ったらそのスパフォーがそのアーケードになるための準備期間みたいな、ね、今のうちにみんなやっぱ対策してっていうのがやっぱ大事だと思うんですけど、やっぱスパフォーはスパフォーで稼働してるから、まあ、楽しいしやっぱり、はい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 、だから今のうちに家庭用しかやったことない人はここで練習しといて、うん、アーケードが出たらちょっとゲーセンに行ってみんな対戦しようよと。そうですね、剣が結構きついんですよ。剣きついんだ。剣なんか強くなってるよね。あ、そうなんですか。なんか昇竜剣の隙が少なくなってたりとか、あとはウルコン2がね、ウルコンにワイパーに対してどう使うんだろう、まあ、結構決めづらい技なんだけど。あ、今飛び道具抜けた。飛び道具抜けたりするウルコンなんだけど。あ、そう、バーニングが出ない。そう、マイツーパンが結構引っかかるんで、うん、マイツーパンとかしゃがみツーキックとかにビタで DX エースも当てないと潰されるんですよね、はいはい、リーチと判定で結構難しいね。そうだから結構バイパーのかなりこう得意な距離にいられると結構きつい状況があるんで、はいはいはい。まあ今日ね、あれだね、この後ブレイブルーやるね。そうなんですよ、ちょっと一日なんですけど、まあ、練習してみました。まあ今まで全然やったことなかったけど、そう、とりあえずちょっとこれを機会にね、また、はい、まあ、番組内でちょっとネット対戦をしようじゃないかっていうコーナーがあって、まあ私が、はいはいはい、視聴者の方と視聴者って言えないんですよ、視聴者、そう、はい、とネット対戦をしようじゃないかっていうコーナーがあって、そこの企画なんですけど、はいはい、なるほど、じゃあちょっとこれも楽しみだね。そう、なんか負けたら罰ゲームあるらしいんですよね。あ、っていうなんかどんな罰ゲームかは分かんないけど、ないとだよまだてか私も聞いてないし、ああ、まあちょっと皆さんニコ生見てください。今日はですね9時50分だっけ。そうですね、9時50分会場で DS のエルミナージュ 2DS リミックス、はいはいはい、スターフィッシュさんの、あとアークシステムワークスさんのそのブレイブルー、はいはいはい、まあ、今日発売日なんですよね確か。あ、そうだよね。そうで、あと XBOX のマイクロソフトさんから出されてるアランウェイク。アランウェイクね、はい、 はい、はい、であと一緒に共演させていただいてるあの渚ちゃんが、はい、レトロゲームかなのとか結構いろんなコーナーがあるんですよ。あ、またなんかそう新しいのがそうだから9時50分に会場で10時からなんで、はい、よかったらぜひ見てください。ちょっと待ってね、うん、格ゲー以外はですね、格ゲー以外はね、もともとあんまり家でゲームってやらなかったんですけど、まあ、最近こうやってお仕事でもっとしてもそうなんですけど、結構いろんなゲームを知る機会があるんで、それで あれもやってみよう、これもやってみようって言ってちょっとずつ始めたんですけど、
まあ、ぶっちゃけホラーゲームがめっちゃ苦手なんですよ。怖いゲームが苦手で、ずっと言ってるよね。もう怖い怖いっつって、まあ、また続きはね、はいはい、今日の夜、今日の夜ね、お話ししたいと思うんですけど、あ、でもあれはハマりました。以前あの生放送でお世話になったベヨネッタ、あ、はい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 、あれはすごい面白くてめちゃめちゃハマりました。あれもう全部、まあ、全クリはもう、うん、しましたしました。てかむしろ放送の前に3日ぐらいで頑張って全クリして。マジか。そう、あれ良かったよね。それぐらいハマるゲームです。楽しかった。あれなんか新作が出るとかそういう話はないのかな。まあ、まだないんじゃないですかね。あの時のベヨネッタのコスプレはかなり良かったよね。あ、これ大丈夫だ。あとは何だろうな、バイパー、なんかバイパーでこう質問とかある。なんか使っててこれ明らかにあのアーケード版と変わったなって思うとかある？そんなにないですけどね。普通にそのまま使える？そうです、まあ、それこそジャックバーニングを当てた後に結構すぐ動けた状況があったんですけど、それがちょっと、なるほど、まあ、文字通りというか、いや全然変わりもないです。じゃあ結構アーケードの人もあのそのまま家庭用でできる感じが。そう、多分全然変わらずやっていけると思います。なかなか、すいませんね、なかなかこう。あ、そうだ、あれだよね、鉄拳の世界大会でもコスプレしてたよな。あのオフィシャルコスプレイヤーみたいな感じで出させていただいたんですけど、あれだよね、あの時ってゴッツガーデンの次の日にそのまま行ったんだよ。そう、しかも徹夜で、しかも朝5時までいろとか言われて、はいはい、まあまあでも楽しくて痛いから行ったんですけど、はい、そのままでしたね、はい、で楽屋の方でちょっと寝させてもらって、はい、そのまますっげえ疲れてたよね、あの時。いやでも楽しかった、すごい、はい、でそのまま鉄拳世界大会行って、そう行きましたよ。あれ選手としても出場してたじゃん、ね、って言ってましたけど、何でしたっけ、あの優勝準優勝に、全国大会の優勝準優勝が世界大会に進出なんですけど、はいはいはい、その前のリーグの決勝で負けてしまったんですよね。あ、じゃあ結構行ったんだね、上の方まで。まあ、あと一歩ってところで、あと一歩超えるとその優勝準優勝を決めるリーグだったんで、はい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 、そこまで一歩手前で。カヨポリスは鉄拳もリリでシュラだからね。そう、リリですね。最近ちょっとストーモとか言ってたんですけど、でもたまに全然やってますよ、鉄拳も。多分なんだろう、まあ名古屋結構鉄拳やっぱ強いから、そう、うん、シュラから先も結構きついと思うけど、シュラまで上がったのも相当大したもんだと思う。あ、でも結構きつかったです。あのゲームやっぱキャラ隊とあと数字とフレーム、うん、と格闘を覚えるのが一番大事だと思うんで、はいはいはい、それを覚えるのにかなり苦労したし、今もやっぱ全然わかんないキャラとかもいたし、キャラも多いしね。そう、でもそれをこう例えば計算式みたいな、はいはい、これが来たからじゃあこれを入れればこれが入るみたいな、それが楽しいなって思って、読み通りにこう相手の行動が読めた時とか、はいはいはい、それが一番楽しかったですね、実験は。東京でも鉄拳やってみたいな。あ、もう鉄拳やります。あの東京だとキャシーちゃんとかがすごい仲いいんで。あ、キャシーちゃん、ね、そうそう、あれハスカの子だよね。そう、キャーちゃんって呼んでるんですけど。まあ、あと15分ぐらいだけど、ちょっと。あ、もうそんな時間ですか、はい、ちょっと待ってね。バイソンも結構苦手なんですよ、ね、私。あ、届かないかな。あ、届かなかった。はい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 、届かなかった。お、2代目と対戦してほしい。2代目今いねえんだよな、ちょっと来週とかもしいたら、うん、ぜひ対戦したいな、はい、俺と対戦
俺と対戦ですか。ケイスケさんダメ、相手になんないからダメちょっとね、でケイスケさん、はい、リンリンめっちゃ苦手なんですよね、はい、あ、あれだ、これだ、スパフォーだよ。あ、スパフォー、そう、あ、スパフォー、え、これで今対戦するんですか。 今対戦あ、してみようよ。一回やります、一回やります。じゃあちょっと、そう、バイパーね、苦手なんだよ俺ね、これね、大概私と対戦するときに、はい、私の使うキャラが苦手っていう、ね、はい、かわいいよね、かわいい。ワイパーはね、ほんときつい。あの、多分一番苦手かな。なんか毎回聞いてるの気がするんだよな。こう、うまいよね、こう、苦手なキャラを合わせてくるの。いや。かぶせとかね、キャラさとかね、そういうのに逃げ出すからね、結構。はいはいはい、え、知らないうちにめっちゃカラー増えてるんですけど。あれだよ、試合してると増えてくんだよこれ。嘘、え、ありがとうは、 ありがとうございます色を増やしてくれてありがとうございます。そう、で、私いつも思ってたんですけど、はい、アベルってケイスケさんに似てません、はい、似てるかこれめっちゃ似てると思うんですけど、これ馬面みたいなこと言ってるのこれ。いや、馬面っていうか何か似てるんですよね。ホモ臭いってことですか。いやいやいや、よく私の足元で見えた、うん、見えたとか言って、何を見てるんだよ。そう俺何してんだ俺それ。見えた。もうやばい、900人近く見てるよもう。そう、どんだけえ、これいい、ボコボコにしてちょっと、あー、ちょっとやだ、なんだよバーニング汚ねって。汚くないですよ。おわす、ああ、おちょっと待って、はい、ピヨるよ。おい、あ、ちょっと遅い。いや俺バイパーあれだわ、ダメ、あの、そうやったことないわ嘘つけ、あんまやったことないな。あ、待て、あ、はいはい、おいしい、あっ、はいはい、おいしい、ちょっと待って、見よるよ、ちょっと待って、ターンだ、あ、今めくりで表落ち、ちょっと、おい、ちょっと待てってちょっとね、え、これトレモンになってた、今トレーニングモードだったかな。ちょっとね、手がね、ちょっと捻挫してるから今捻挫うん、いやもう一回、うん、いいよ、あ、これで勝った方が勝ち、オッケーじゃあ負けたらアイスで、アイスのことです。あ、なんか画面がおかしい。ちょっともう言い訳しかしないですけどこの人。ちょっとマジ攻めにくいんだけどこのキャラ。すぐ空中行くよ。めくり当たんねえんだけど。あ、目を失敗。しゃがみグラップとか潰されんだけどさ。うわ、打ってくるか、それ打ってくるんだよな、そこでちょい待ちの第3弾いや、ガードしてるんだって。で、ちょっと投げ抜けようとしてシャガパンとか出しちゃってバーニング食らうんだって。きついこれ。あー、めくり無理。さっきからきついしか言ってないちょっとこれ無敵ずるいでしょ。無敵ポイントが多すぎ。そんなことないっすよ。あー、ちょっとちょっとどっちだよこれ。ピョルピョルピョル、はい、ドーンドーンドーン、アイスだ、アイス、やだもうあー、どう、あ、そう、 EX マルセイ忘れてた逃げればいいんだよ。そうだよ、だから言ったじゃん、見えたって。そう、コロコロしてりゃよかったんだよ。ちょっとマジよ、まあ、バイパーとかずるいだろ。もういいや、もうやだ、もうちょっといじめてほしいかな。どう、もう一回やる、もう一回だけ。まあマルセイユを思い出したところで何も変わらないと思うんですけど、ゲージを貯める、ゲージを、ちょっとめくりなのか何なのか分かんねえって。ホントどっちなんだよこれ。あ、もう今絶対めくりだと思った。あー、目落ちミスった、また。あ、コンボミスった。よし、そう、ごまかしてるんですけど出すよ、はい、あれ、はいはいはい、
すぐパラしてくるぐらい。EX やな。なんで見えたじゃないの。はい。やばい。あ、ちょっと。あー、投げ抜けしちゃった今。これ強い。そう。ダッシュ大サンダーとか大サンダーに何か一つ加えて出すとかなりいいと思う。はいはいはい、いいと思う。ね、大サンダーが。はい、塚重団吸われたんだけど。はい、投げこすってるんだけど。はい。ちょっと。投げこすり。はい、ドン。あー、潰された。はい、飛ぶ。やばい。飛んでね。あ、ちょっと早いかな。あー、決まった。まあ、でもね、半分しか。EX。はい。さあどうするかな。 EX マルティ。あっ、調子裏はね、こいつ。あっ、やばい。はい、それ今の安定削り。そう、安定だから、もうこれで削れるから。まあ EX マルティをすれば逃げれる。コロコロで逃げれた。そう逃げれるけど、こいつダメだ。4、あ、これあれだな、4500はある。いやいや、あれだ。まあ、じゃあ4500円のアイスでもおごってもらおうかなって。そうね。どんだけですか。そうですね。そう、本当はね、俺もっと強いんだ。はい、3500あるから。まあ、口では何とでも言えますからね。本当あるから、俺は。そう、はい。いや、でも、あのサードだけは認めてあげますよ。サード？サードの。あ、認めてくれんの？本当に？まあまあ。見たことないのに。まあまあ。そう。サード。スタートでもね、なかなかあれだよ、認めてもらってないよ俺は。いろんな人に。じゃあちょっと最後じゃないけど、うん、もうちょっとだけどチラッとネット対戦して、はいはい、終わりましょうかね。いよっかな。あと2試合ぐらいできる。あ、本当、うん、これだっけ、ランクマのクリエイトマッチ。クリエイトマッチ、いやどうですかね。あ、入ってくれた。お願いします。強えよ、ほんと。一応ガチでね、やってるから。俺もアーケードでやりたいな、ちょっと。そう、やっぱ前に最後に対戦した時も強えんだけど。やっぱやってるね。やってますね、結構ちょっとした時間でみんなでやったり。 コーディ、個人的に男キャラだとコーディが好きなんですよ。コーディが好きなんだ。そう、まあ、なんかちょっと透かした男って感じ。なんか、うん、キャラ設定とかもちょっとマニアックで、なんかもうだるい感じでね。なんかそう、コーディどうなの、強いのかな。でも、あのカプコンゲームで一番好きなキャラって言ったら、私レインボーミカが一番好きで、それこそスパフォーが稼働するって言って、あのキャラクターの情報が出るじゃないですか、はいはいはい、リークで。そういうのでずっとレインボーミカまだ、レインボーミカまだってずっと。なんかね、あ、一回あの小野さんが、はいはい、あの発表かなんかの時に出てきた時にレインボーミカの T シャツ着てたから、あのレインボーミカ出るんじゃないかと思ったら結局出なかったからね。いや、もう本当好きで、ずっと楽しみにしてたんですよ。え、でもゼロスリーはやってないんでしょ。そう、ゼロスリーはやってなくて、本当にゲーム始めた時が、うん、スケアウェイプの2003で初めてゲームを、格闘ゲームっていうのを始めたんで、はい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 、それからちょっと前のゲームとかをやってみたりとかしたんですよ。ヴァンパイアとか。あ、ヴァンパイアやったんだ。そう、ヴァンパイアのキャラが好きで。ヴァンパイアだと何が好きなの。私はバレッタ、バレッタ、バレッタとリリスとかが好きで、はいはいはい、でもレイレイとかそういうキャラが立ってるキャラが好きで。ヴァンパイアね、結構コンセプトが面白いキャラが多いからね。そう、なんかこうキャラ自体がこう立ってて、はい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 、っていう、まあ、グラフィックもすごい綺麗だったし、なんか新しいヴァンパイアを小野さん作りたいって言ってたから、なんか今もしかしたら企画してるんじゃないのかな。またそういう楽しみな情報もね、ありつつで。グラフィックが綺麗になったヴァンパイアとか見たいけどね。うん、あとはどうだろう。で、本当に2003から始めて、で2002っていうゲームの面白さとか、はいはい、そういうキャラの個性とかにハマって、2002にハマりましたね。はいはいはい。あれは2002UM はどうなの。 UM はもう最近はちょっとあんまやってなかったんですけど、うん、まあ、かなり2002とは全然違うタイプのゲームになってて、はいはいはい、結構
強キャラ陣がかなり飛び抜けてるんで、はいはいはい、まあ、その辺を使っていかないとやっぱ厳しいゲームではあるんですけど。なるほど。あれ攻撃予選とか出ないの、うん、ちょっと日程が合わなくて出れてないのと、はい、まあ、本戦当日いけるかちょっと分かんないんで。ああ、そっかそっか。そうなんですよ、最近ちょっとね忙しいもんな、最近出てきて、うん、なんか前は暇だったみたいで。いや頑張ってるってことですよ。いや、ね、最近仕事が増えてきて、ちょっとなんかやらしいですよね、戻ると。あ、これやばいじゃない。そう、ローズわかんない。ローズね、なんだろう。とりあえずあのウルコンが強いっていうことと、はい、あとスライディングが強いっていうこと、はいはいはい、あとジャンプ中キックが、うん、なんか判定がおかしくて、なんか対空技が すごい疲れるんだよ。強いとこしか言ってないんだけど。対策がしたいの。対策がちょっとよくわかんない、ね、あーちょっとバーニングが、もうバーニング出なかったり、なんか技ミスったらとりあえず EX フェイスもね、ごまかすのが、あ、ごまかす、そう、あれ、まあれ垂直ジャンプ弱いんでしょ。そう、ジャンプされると弱いんですけど、まあ、そこを読み合いで、はいはいはい、第3をそれを読んで出せば、まあ、ウルコンまで入るんで。なるほど。そう、なんだかんだ言って勝ってるね。まあなんとか頑張りました。まあやっぱさすがってとこなのかな。もう終わりかな。どうだろう、はい、なんかでも質問とかあれば、まあ、何か質問とかあればこの機会に火曜ゲーム開催してくれ。火曜ゲーム。まだ早いだろう、火曜ゲームは。チョコと火曜ポリスどっちが強いですか。どうなんですかね、あんまり直接対決してない。そうですね、なんだろう、顔の長さ教えて。なんかちょっと並んでください。やだ、はいってくださいよ。顔の長さ比べましょうよ。私も別にそんなめちゃくちゃちっちゃくない。違うよ、石臼じゃないよ。でっけえ。ちょっと質問が全部消えちゃったじゃないですか。そう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 、流れちゃったじゃないですか。2倍ある。ちなみに今5メートル離れてたから。あ、違いますよ、あの塗り壁じゃないですからね。あの5メートル後ろに下がってあれだった。そうそう、ビジョンお化け出ないですからね。え、なんかないかな、質問とか。全然答えますよ。遠近法をフルに活用したんだけどね、今。でもやっぱこうゲームで女の子がこうやっていくのってやっぱりいろいろ大変なこととかもあったりとか、そういうのもやっぱあるとは思うんですけど、うん、やっぱりそこはもう男だ女だとかもうそういうのも抜きにして、はい、やっぱり楽しい、これだけやっぱ注目してくれる人もいるわけ で、うん、でそれをやっぱ一般の方とか、やっぱゲーム自体はすごい有名だし、うん、そういうやり込んでない人とかでもゲーム知ってるから、そこに私はやっぱつなげていきたいっていうのがすごいあるんで、だから本当にそれこそ第一歩、女男関係なくもうみんなでガンガン友達で広まってやっていくのも大事だし、そこからそうやって大会とか勝ち負けももちろん大事なんですけど、やっぱ大会に出て楽しくこういろんな人と知り合ったりっていうのがすごい楽しかったんで、それやっぱみんなに伝えていきたいかなっていうのはあります、ね。まあ、やっぱりモデルって仕事してるから、どうしてもなんかそういう見てくれだけで見られがちだけど、ゲームをちゃんと真剣に好きでやってるっていうのをちょっと、ね、理解してもらいたいところがあるよね、うん、だから本当に女の子でやってる子がいたら、じゃあ一緒に頑張ろうよってなるし、それが相手がもし男の子とか強い人でも、もうそこにはガンガン自分からこう乱入って入っていかないと強くなっていかないし、そこにやっぱ恥ずかしさは捨ててほしいなって、ね、やっぱあの強い人にどんどん入っていかないとね。そうですね、で俺が見てると、うん、カヨポリスとかもグラマスだろうがなんだろうがどんどん入ってってるからね。そう、 PP とか気にしないでね、うん、全然。だからやっぱそれが一番大事だし、でそこでやっぱりこうやっていろんなゲームがある中で知ってくれてる人がいるってことは、やっぱはいはいはい、私をまたきっかけにして知ってくれる人もいたりとかして、うん、まあ、そういうメッセージとかいただくとすごい嬉しいし、そうだね、
カヨポリスもこうなんかメディアに出る機会が結構多いから、うん、そこで格闘ゲームの良さとかを伝えてってくれると、ね、俺たちとしても嬉しいし、またマゴッチとか、うん、梅原くんとかそういう時どっちとかとはまた別の形で伝えていけたらなっていうのは、そうだね、うん、かなり考えてるんで、そうそうそう、今日はね本当に、はい、普段なかなか対戦できない環境でこうやってきっかけがあってたくさん対戦できたんでかなり楽しかったですね。はいはい、まあ、またね、うん、来週は分かんないけど再来週とかも、まあ、木曜日とか機会があればね、そうですね、引っ張り出されると思うんで、はいはいはい、またブログ、カヨブログで、あ、カヨポリスで検索するとブログも一発で出てくるんで、はい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 、ブログとかツイッターに結構情報もまとめていくんで、はい、あとは今夜のニコニコ動画をぜひお楽しみに。今日9時50分からそうゲストがすごい方がかなりいらっしゃるんで、今日もいっぱい来るみたいだね。そう、うん、いやこれは本当にみんな見ないと損ありますよ。でそうですね、9時50分からニコニコ公式生放送、公式生放送ゲームの時間、はい、本日前回の0回レギュラー準備スペシャルを超えまして、今回が第1回ということで、はい、9時50分開始、第1回だよね。そうなんです、第1回なんです。前回は第0回だった、第0回、はいはいはい、よろしくお願いしますということで、そうですね、10時にぜひ皆さんニコニコ生放送の方でお待ちしておりますので、はい、皆さん見てくださいね、よろしくお願いします、はい、というわけで、今日の配信はこんな感じで終わりですありがとうございました。また対戦してください。ありがとうございます。バイバイ。